にちは、Tです。今日も動画ご視聴いただきありがとうございます。今日は全然映像と関係ないと言いますか、クリエイティブではない企画ものをやってみたいと思います。個人的にすごく好きなんですけれども、本当に大好物の煮卵をコンビニの各社食べ比べてみたいと思います。本当に僕煮卵が大好きで、自分でも卵が余ったらよく作るんですけれども、結構コンビニの煮卵って会社によって違ってきたりするので、それをちょっと今日はこう企画としてやっていこうかなと思います。早速煮卵を紹介していきます。まず1社目、こちら、はい、セブンイレブンの煮卵ですね。あんまりセブンイレブンのは食べないです。実際あまり家の近くにないので。そして2社目が、こちらがファミリーマートの煮卵です。もう見た目全然、見た感じ変わんないですよね。はい。そして3つ目、まあもう予想できたかと思うんですけれども、こちらローソンですね。ローソンの煮卵です。これパッケージだけ見てもなんかどれが一番おしゃれに見えますかね。はい、ちょっと個人的にはそうですね、なんかこの2つ真ん中のファミマのやつが一番美味しそうな感じに見えたりします。でおまけでもう一個、これあのデイリー山崎にあったんですけども、味玉くん、ちょっと煮卵とは別軸というか、卵は卵だと思うんですけれども、これも一応買ってみました。これも後で適当に食べてみます。これがローソンですね。ローソンのやつもしていきます。これ自分でも撮ってって思うんですけど、これ本当に需要があるのかどうかすごい気になります。めちゃくちゃ自己満動画になっちゃいそうな気がします。お、来ました。つるんとしてます。これ各社どこが違うんですかね。出汁の付け方とかのあれなんですかね。はい、ちょっと見ていきます。はい、これが、ローソンですね。ファミリーマートを出していきます。いいよ、お、出てきた、いいよ、はい、だしと一緒に出てきました。こっちの方がなんかちょっと柔らかいような感じがしますね。YouTuber さんの動画とかよく見るんですけど、この一人でやってる人ってカメラに向かって一人で喋ってるのはすごいなと思うんですよね。めっちゃ恥ずかしいというか違和感あるんですよね。よっ、あ、こっちも弾力がまあまあありますね。はい、じゃあちょっと食べていきます。はい、すいません、さっき1回撮ったんですけれども、ちゃんと撮れてなくて、このローソンのやつを食べてしまいました。ちょっと仕切り直しでやります。はいはい、半分ローソンのやつを開けてみました。中はこう、こんな感じですね。はい、結構半熟をしてるっていう感じではなく、しっかり中まで火を通しているような感じの見た目です。まあ、さっき食べたんですけどね。食べます。うん、まあ、見た目通りの味って言ったらあれなんですけれども、中まで火が通ってて、トロトロっていうよりかはしっかりと中まで味が染み込んでるというような印象です。続いて2個目のファミリーマート。お、これは結構柔らかい半熟な感じがします。お、お、お、結構半熟ですね。トロッとしてて、家でもこれぐらい綺麗な半熟ができたら美味しいんでしょうね。これ結構絶妙じゃないですか。ジャマコ好きの方どれぐらい見てるかどうかわかんないんですけど、やっぱ柔らかいですね。味に関しては、先ほど食べたセブンイレブンじゃないですね、味に関しては先ほど食べたローソンよりも濃い味がします。結構だし効いてますね。そして最後、こちらセブンイレブンの卵よ、
あ、こっちも結構弾力ありますね。あ、なんか微妙な半分に割れなかった。はい、こっちもまあまあ半熟になってますね。結構柔らかさ的にはさっき2つ食べた中の中間ぐらいの柔らかさですね。あ、こっちは結構辛めな味付けがします。濃いのは濃いんですけれども、ファミリーマートの煮卵よりも若干塩塩分が多いようなイメージというか感じがします。そしてこの番外編、味玉くん、この小分けできるの結構いいですよね。はい、汁が少ないんでめっちゃ捨てやすい感じがしますね。色が濃い、なんかおでんくんのガングロ卵ちゃんぐらい黒い。これはもうおでん用の卵っぽいような印象を、しっかり中まで、はい、火が通って固めですね多分これ。結構水分吸い取られる、結構硬いですね。これをずっと食べるのはしんどいかもしれないです。本当に 1,2 個で満足しそうな。はい、ちょっとお皿を片付けてきました。はい、で個人的な1位、まあ、順位をつけるなら1位はこのファミリーマートですね。この半熟の感じがベストになってまして、で出汁も効いてて、めちゃくちゃ出汁好きなんですけれども、この好みの出汁の味でした。2番目がこっちですね、このセブンイレブンの煮卵です。柔らかさは結構好みだったんですけれども、ちょっと味が濃すぎるかなっていうふうに思いました。もうちょっと塩分控えめにしてくれるとすごく僕はやみつきになると思います。3位がこっちのローソンですね。でもちょっとあの硬い感じがうんって感じでした。でも味自体はすごく美味しかったです。はい、この動画がなんかためになった人とかいるのかなと思うんですけど、本当に、まあ自己満足でただただ煮卵が好きなので、やってみました。この動画が良いと思った方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。今日もご視聴いただきありがとうございました。